皆様こんにちは、ようこそ陸上自衛隊広報センターにお越しいただきましてありがとうございます。私ここで広報センター長をやってます中出と申します。今日は今日からいよいよ子どもさんも夏休みということで、当広報センターでも夏休みのイベント企画をたくさんやっておりますので、また何度もお越しいただければありがたく思います。本日は夏休みイベントの第一弾としてこの朝霞駐屯地に所属をいたします東部方面音楽隊によるサマーコンサートを開演いたします。今日は行進曲をメインに行うということで、非常に皆さん元気が出てくるのではないかと思います。それではお待たせいたしました、東部方面音楽隊の皆様どうぞ。と題しまして、それぞれ国の特徴を楽しみながらお聞きいただきたいと思います。それでは、今回は前半と後半の指揮者が変わります。まずは前半の指揮者を紹介いたしましょう。副隊長菅原信秀一等陸尉です。行進曲をお聴きいただこうと思います。スペインでは闘牛の入場の際に演奏される行進曲のことをパソドブレと言います。パソドブレとは2拍子の舞曲という意味があり、軍楽的な行進曲というよりも情熱的で明るく時に哀愁を感じさせる舞曲風のものが多いです。本日はパソドブレの名曲の一つ、ペレツ・チョビ作曲のペピータ・グレウスを演奏いたします。Thank you.